はい、どうも、ナナタです。テクニカルタワーバトル脱出不可能よ、究極フロア12。今回は、上げる予定はなかったんですけど、東海デュオが手に入ると、確実にドロップするらしいので、今回ちょっとそれを検証するべくやっていこうと思います。リーダーがね、ジョセフ・アンドリナです。そして、ジョナサン。まあ、一応、フルショーが打てる形にしてみました。で、ジョナサン。まあ、特に何もない。そして、ジョースケ&ジョートロー。こちらは、まあ、スマッシュを攻撃力を上げるだけの要因にしてますが、まあ、多分使わないかな。はい。実際にドロップできるのか、てかまあクリアできるのかわかりません。多分クリアはできると思いますけど、確実にドロップするのであれば、ぜひともドロップしたいですよね。はい。まあ、賞味。これ CS 打っときゃなんとかなるんで、倒せます。これ強いんでね、めっちゃ強いっすよ。はい、ズドンと。はい、敵攻撃してきます。あ、攻撃してんか。さあ。まあ、今回このジョナサンもね、あまり使うことがないんですけどね。はい、ちょっと邪魔な電話がかかってきましたので。邪魔くせ。あ、ちゃうわ。はい。ここは終了と。これ、ジョナサンの CS だけ振っときゃなんとかなんのかな。はい。あ、これ強いな、この。はいはい。ゲージもね、そんな使わないんでね、意外と使えるのかな。では。さあ、耐えてくださいよ。多分倒せるはず。一撃だもんね。で、リオも移動してきてもらって死んでもらうと。はい。では、ラウンド3ですね。はい。では、攻撃してきてもらいましょう。ドンと。回復しとった方が良かったかな。痛い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 。耐えてよ耐えてよ。ズドンと。怖いから使っておこう。強い。では CS 打ちましょう。はい。CS 強いっすね。
いはいはい、ではラウンド4ですね。さあ、痛い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 。ではシースを放っておきましょう。敵が攻撃してくるのでタップして倒します。ズドンと。はい、ズドン。ズドン。では、ズドン。そう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 。ズドン。では、行きましょう。振り下ろしがいいのか。振り下ろしだと全部の敵にダメージ与えますね。はい、こんな感じですね。では、ラウンド5ですね。やっておこう。はい、ドン。で、ドン。あ、これか。これが俗にドロップ確定か。5ラウンド目でドロップが確定するのか。あ、これじゃないか。最終ラウンドか。あ、ほんまだ。全然ちゃう、今までと。あれか、突きダメだ。ドーン。これがドロップ確定。ああ、そういうことね。これすごいじゃないですか。マジか。ほうほうほう、これは素晴らしいイベントになってますね。はいはいはい、ありがとうございます。わかりました。ちょっとまだ日も何日か残ってるんで、頑張って回してみたいと思います。まあ、これを機にね、移動距離25で SSR が 100% 確定するってことはまずありえないんで、今までのジョジョの歴史の中でもできるのであればやっていきたいですね。はい、というわけで、最後、まあアビカンチャレンジというかね、
まあそんな大したものはやってないんで何とも言えませんが、やりましょうか。まあ多分入るしまだ7か8バーだったと思うんでね、全然だったんで9か、あ、10になりましたね、アビー。はい、というわけで今回の動画は以上と。意外と賢いトータアディオとなります。はい、ご視聴ありがとうございました。皆さんも時間があれば、10日間あるんで、ぜひともアビカンしたいなと思います。はい、それでは失礼します。スタートでした。